こんにちは、シュウです。今回はもうすぐね、グレモリーが情報修正するんで、まあその前に情報修正前と後でどれぐらい違うかなってことで、ちょっと情報修正する前に使っていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。確かね、情報修正して、あれがつくんだよね、バインド？バインド体質、バインド回復か。バインド回復と、あと列もつくのかな？で、対象がね、神タイプも対象になったんですよね。今だと、バランスと悪魔に、そのスキル使用時の倍率がかかるんですけど、それがね、神タイプ対象になったから、なんか噂では闇メタが、闇メタ？闇メタはそんなか。読みドラか。読みドラがね、入れるって結構いいんじゃないか、みたいなのがあるんですけど、どうなんだろうね。ちょっと、まだ使ってないから何とも言えないんですけど、読みドラ、列持ってないじゃないですか。列持ってなくて、シンファだとね、スキルマ7ターンなんですけど、読みドラ、確か9ターンなんだよね。だから若干ちょっと重いかなって思っちゃうんですよ。シンファと比べちゃうと。まあ、全然強いとは思うんだけど。なんで、神タイプ対象になったのはね、ほんと幅が広くなっていいと思うんですけど、まあ別に変数自体は変わんないかなって正直思うんだよね。神タイプ対象になって、まあ読みドラ入るぐらいしか本当に変わんないかなと思う。OK だね。ここは先生なかったら十字消しのあれが継続してるから。まあでも列増えたのはね、若干火力も上がってるし。で、あれだよね。バインド回復ついたんだけど、グレモリーね、リーダーで使うと、充実するじゃないですか。なんで、充実プラス回復っていうのが、あんまりできないと思うんですよ。あんまり、うん、そうだね。そんな回復大量にないし。だから、サブとしての性能がより上がったのかな。サブとして、その、列回復要因？で、三択の森はあれ、何？バランスか悪魔追加されたのかな？あれはそんなね、編成変わんないと思うんだよね。これ火崩れちゃうな。オッケーですね。で、闇取っとこう。そんな大きくは変わんないんだけど、普通に元々の性能として、全然強いと思うんですよね。バインド耐性もあるし。まあ、なんで強いことに変わりはないんじゃないかな？で、スキルでね、バインドも回復できちゃうんで。あ、でさ、一回情報修正かかってさ、グレモリーのリーダースキルが 6.5 倍になったんだけど、戻ってたね。普通に何倍だっけ？ 6 倍か。6倍に戻ってたわ。まあ、6.5 倍にしてもよかった。いや、まあ、理想言えば半減だったんだけどね。半減つくのが理想だったんだけど。さすがにそれはちょっと強すぎになっちゃうんですね、きっと。で、あんま使わないで、このスキル使用時ってのが忘れちゃうな。オッケー。いいですね。200万ぐらい出てる。で、明智の泥鏡を使えばね、めちゃめちゃいい火力出ると思うんですよね。シンファはね、基本的にヘイストあるから、このグレモリー最初使ってった方がいい気がする。なんかさ、グレモリーの強化というより、シンファを強化したらさ、グレモリーが強化されんじゃねみたいな。なんかそんな感じがするな。この子ね、まだ覚醒つけれるもんね。しかも謎の体力キラーっていう、あまりありがたみがない。なんかさ、キラーって、あれじゃないですか、神とマシンが結構、いや、神だね。神がよりダントツ的に、なんか恩恵があるけど、この体力キラーとかね、
別にそんなにあれだよね。うわ、やべ、体力キラーついてるみたいな感じにはならないから。あ、でもどっかでワンチャン輝くのかな、この適性が。お、いいね、全員光。なんか体力タイプのさ、難しい、いや、もう、なん、もう、なんか、進化絶対ダンジョンみたいなの作ればいいの。なんでこんな進化の話してんだ。うん、やっぱ普通に強いですね。ああ、今キラーも乗ってたのかな。ああ、今の子地味に体力だったりしたのかな。全然見ないでやってたけど。あんな子にね、キラーかかっても別に嬉しくないんすけど。で、水も落としたい。これどうすれば落とせんだろう。ああ、ちょ、無理だな。ごめんなさい。あの水落とせたらな。うん、でもほんと、スキル回転早いね。ここでグレモリー撃って。あ、で、昨日ね、危ねえ、危ねえ、危ねえ。三国シリーズの挑戦だっけ、光のやつ、あれで動画撮ってたんですけど、負けちゃってね、昨日動画上げれなかったんですよね。フレンドが一人しかいなくて、ちょっとそれから現れずごめんなさい。結構難しかったな、ハイモンでやってたんですよ、それと。なんだけどなかなか本当に難しかった。やべ、で、ここで一回録画切ろうかな。前回あげた時に訪れ結構してたんで、ないんでるか。よしよしよし、ソティス出なかった。じゃあ一回切ります。はい、やっていきましょう。多分ソティス出たらスキル使って従事しないで削るのが一番いいと思う。スキル使用時確か2倍出てたんですよね。なんで2倍で削れば割といい感じに削れるんじゃないかな。で、セシルはね、闇複数消さないと倍率出ないから、ここリーダー変わるまで待ちましょうか。回復は消そう。どうせ回復変えられちゃうんで。はい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 。はい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 。闇は消えてるね。まあ、いいか。よわー、まあ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 。ここは、進化使っていきましょうか。お、いいね、闇作ってくれた。これ仮に回復5個あってもスキル使ってたかもしんないな。削り損ね、あ、でも、やっぱスキルあんま使わないとさ、倍率出ない感じになってんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。いいね。これで火力どれぐらいだ？そんな火力見ね、見てないで今まで来たな。これで、誰が一番火力出てんだろう。グレモリーかな。いや、セシルが、セシルか。セシルが今1200万ぐらい、120万かな。120万か1200万。出てたんで、まあ、火力としては、悪くないんじゃないかな。OK ですね。で、前ね、ちょっと話したんだけど、アベマ TV でさ、ジョジョ見てたんだよね。おとついぐらい。ジョジョめっちゃ面白くてさ、オッケー。名前ぐらいはね、聞いたことあって、一巻だけ読んだことあったんですよ。なんで、そこまでの内容しか知らなくて、見たんだけど、めっちゃ面白くて、あ、今、体力キラー地味に入ってたのかな。あれって一部二部とかよく聞くんだけどさ、あの、一部っていうのがさ、あの、なんだっけ、一番最初の主人公ジョナサンなんとかだっけ、あの人が死ぬまでが一部ってことでいいのかな。いやー、全然削れないな。いや、でもそんなことないか。今いい削りだった気がする。で、回復は、あ、十字した方がよかったかな。そうだね、十字消し1コンボとかでちょうどよかったんじゃないかな、スキル使用しないで。
はい、ここで行ってみようか。いい感じに闇が出てくれたけど、怖いかな、これ。ちょ、怖いな、これ。やばいか。ヒマラヤ来たら耐えれないんじゃないかな。やばい。よし、帰っていきました。いやー、十字消ししてしっかり殴るべきだったね。ほんと、あと何百足りなかった気がするな、HP が。だから継承とかしとけば足りてたんですよね。これグレモリって情報修正でさ、HP って上がったっけ？上がったならこの編成でもね、ヒマラヤ耐えれたんだけど。まあ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 。どんまい。いや、いいね。火力が申し分ない。ダケチ使えばね、より火力が出ちゃうからね。本当は理想だとね、なんか、セシルグみたいな感じ。なんか陣使って、ちょ、やりながら言うよ。陣使って、明智使って、二色陣的な感じになるのが理想だったんですけど、ちょっとね、ティフォンとかだったらなんのかな、二色陣に。ティフォンってタイプ的には大丈夫なのかな、持ってないからあんまよくわかんないんですけど。やべえな、これ。よいしょよいしょ。でもなんかいたよね。レーダーかなんかでさ、あれか、マシーンじゃなくて闇アテナ買った時ついてきたな。闇ドロップ強化するやつ。あれ継承すればいい感じなんじゃないかな。6コンボか。列十字6コンボね。列十字6コンボ。意外ときついけどいけると思う。列十字6コンボ。列十字6コンボ。いいんじゃない ?1,2,3,4,5,6,7, OK! ちょっとスキル貯めればよかったな。あー、リバイブか。貯めれないですね。でも、一旦なら貯めれると思うんですけど、ここで行っちゃおう。はい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 。オッケーだね。多分余裕でいったはず。ダケチの変化ってなんだっけ、火を闇で水を回復かな。だからセシルとのね、ジュンの相性が全然良くないんですよね。はいはいはい。でここちょっとね、運用されちゃうな。次闇と、いや消すか、闇消して全力で色。あ、いいんじゃないこれ。火多めだし。これ、泥強したいから、明智は最後に使おうか。最初、シンファ使ってから、行きましょう。OK。いやー、こういう場面ね、ちょっと難しい。あー、もう始めちゃった。これ、レッツ組めるかな、下で。あー、ダメだ。これ、もうちょい上手いやり方あったね。2列組めたんじゃないかな、やり方によっては。ただ余裕でワンパン行くと思う。いや、余裕ではなかったかな。ギリギリっぽかったけど。なんか正直ね、修正してもそんな変わんないとは思うんですよね。まあ、火力とかは若干上がるかもしれないけど、大幅に何ができるようにとかはない気がする。これ使おう。ただ今カーリーとかね、削り損ねてたら、まあ、情報修正してたらワンパンできますよみたいな話もできたんだけど、普通にワンパンもしちゃったからね。 OK。 はい、ということで、じゃあ今回これで終わります。バイバイ。